皆さんこんにちは、だるま屋六代目です。今日は2月の1日なんですが、仕事が山になりました。何が言いたいかというと、これから整理していくので、ちょっと確認して連絡するのが遅くなりますということで、まあでもね、この動画公開するのは多分今日の夜か明日だと思うので、まあ、その時には終わっていると信じたいですが、いやまだ集計していないんですが、結構仕事たくさんいただきましてありがとうございました。で、感謝祭の月末ぐらいに大体仕事が集中するんですけど、どういう状況になるとなるかというとですね、もうちょっと高い位置からじゃないと分かんないかな。この箱がこれからもう洗い張りで要件決まった箱で、どれくらいですか、20枚ぐらい入ってますかね、はい、でこっちは昨日頑張って、昨日おとといで札紙をつけて、これから、洗い張りするものたちですね、はい、この帯は洗うんですけどね、はい、25枚ぐらいかな、はい、でこっちの箱がですね、はい、こっちは中を開けてこれから一人一人連絡をするという箱になっております。はい、昨日届いたのが12人ぐらいだったので、それをやると、はい、で、こっちの箱は、丸洗いしてって言われたもので、これから汚れてる箇所をチェックしながら札紙をつけるということになっております。はい、ってことで実はまだ昨年いただいた洗い張りがですね、終わっていません。なので、受けるときにね、ちょっと時間かかりますとは言っているんですが、どれくらいですかね。予想では2月中には昨年12月いっぱいの仕事が終わるので、急ぎ物以外はその後着手していくので、どうなるんですかね。2月いっぱいで、1月の仕事を、1ヶ月にだいたい80とか100枚近く洗い張りできるので、月に8回洗うとして、そうですね、80から100枚ぐらいできるので、どうですかね。2月いっぱいではちょっと終わんないか。1月の仕事が3月中旬とかでも展示会やる予定だから、3月いっぱいには終わるかなってとこですか。はい、なので、11月末の時もお客様にお願いっていう動画を撮りましたが、急ぎとかね、着る予定決まってて言い忘れたっていうものがある場合は連絡をお願いします。早めにやるんですけど、なるべくね、まだこれまだできますか、実は着るんですっていうのが直前に言われるとですね、対応できない場合があるので、その点だけお願いしますということで、今月は洗い張り強化月間ということで、せっせとやっていきたいと思います。はい、横で琥珀もギャーギャー泣いておりますがワンワンって言ってますね。はい、琥珀泣いてます。はい、琥珀ちゃん、わー泣いてんの。はい、ということで、さよなら。動画をご覧いただきありがとうございます。だるま屋では着物の丸洗い、染み抜きをはじめ、仕立て直しや染め直しなど、いつでもご相談に応じております。LINE やお電話でお気軽にご相談ください。 LINE の友達追加の URL は本動画の詳細ページもしくはコメント欄に記載してあります。また本チャンネルのチャンネル登録よろしくお願いします。コメントも、見たよとかね、面白かったですとかね、そういうコメントいただけると励みになりますので、よろしくお願いいたします。では次の動画でお会いしましょう。バイバイ。